金になりそうもねえな。よし、行け。これが取りか。いつものようにやるだけだ。俺がバズーソをぶっ倒して名を上げるつもりだったんだ。横取りしやがって。そうか、こいつら傭兵団だ。こいつマジで強え。なんだなんだ、言い出しっぺのコルカスがビビっちまってるぜ。言わんこっちゃない。だからあんたがやれないって。キャスター、お前行くよ。なんでさ、コルカスが勝手に。分かったよ。やべえ。下がってな。来たのか、すまねえ。仕方ないだろう、グリフィスの命令だよ。傭兵団に女。キャスカが追い込まれてるぞ。
いつ手強いよ。剣を引いてくれないか。ダメか。これでお前も終わりだ。嘘だ嘘だ嘘だ、どうして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 やめて、うわぁ。ここはどこだ？なぜお前がいる？うわっ！お前なんか、あのままグリフィスに殺されちまえばよかったんだ！この…こっちは馬の霊だ！あの雨…よし、ここを。キャスカに感謝するんだな。血流しすぎて冷え切ったあんたの体を二日二晩添い寝して温めたんだ。な、何？グリフィスの命令さ。男を温めるのは女の役目だってね。ジド、てめえ悪い悪い、すっかり目が覚めたようだな。俺はグリフィス、お前名は？ガッツ。すごい剣だな。俺にはとても触れないよ。来てくれないか、一緒に。妙な雰囲気だな。一体ここは？鷹の段。知っているのか？ああ、戦場で最も敵に回したくない傭兵団の一つだ。
前の戦じゃ随分手こずらされたが、そうか、こいつらで。そう、俺たちが鷹のダンサー。いい眺めだな。なぜだ、なぜ俺の急所を外した。お前が欲しいと思ったからさ、ガッツ。おめえ、あっちの趣味でもあんのか。バズーサとの一騎打ち見せてもらった。見事だったよ。だが危なかったな。お前の戦いぶりはまるで自分の命を試しているように見える。俺にはわざわざ自分の身を死の危険にさらして、逆にそこから命を拾おうとあがいている、そんな風に感じたよ。俺はお前が気に入った。お前が欲しいんだ、ガッツ。嫌だと言ったら。嫌か。ああ、お断りだ。知ったふうなこと抜かしやがって。人の体に大穴開けといて慣れ慣れしんなよ。こいつで蹴りをつける。俺が勝ったらてめえの胸に俺のと同じ大穴を開けてやるよ。俺が勝ったら。兵隊にするなりお釜掘るなり好きにしな。わかった。力ずくっていうのも嫌いじゃない。グリフス、手を出すな、キャスカ。だけど俺は欲しいものは絶対に手に入れる。その人を舐め腐った態度が気に食わねえんだ。気を改めてもいいんだぞ。病み上がりじゃ分が悪いんだ。抜かせ。勝つためなら何でもやる。ますます気に入ったよ。だがこのままでは剣は触れない。どうする、もうやめにしてもいいんだぞ。よく喋る野郎だな。そんなら教えてやる。戦じゃ口はこうやって使うんだ。どうだ、自分の血の味は。その綺麗なお顔じゃまだ殴られたこともないんじゃねえのか。子分たちの前で悪いが、これで終わりだ。聞いたよ、今のは。だがこれまでだ。負けを認めるか、それともこのまま肩の関節を抜かれるか、選べ。くそったれ。これでお前は俺のものだ。言ったことない、グリフス。誰にもあんなこと言ったことない。よう、俺は柔道、よろしくな。俺、リッケルトと言います。こっちはピピン、そんでコルカス。おう。け、俺は認めたわけじゃねえからな。
あまり気にしないでください。コルカスいつもああだから。飯がかかってるんでな。これは夢か幻か、誰かが望み、誰かが拒み、誰かが答える無限の連鎖。連鎖の果て、その深淵に至る真の強者がまみえるものとは。わざわざやってくるとは水凶なものよ。この世の真理を解き明かしたいところだ。まずは奴らを倒そうではないか。
の扉が開いたようだ。先へ進むとしよう。するための呪物よ。ベヘリットを見つけたら回収するのだ。ささやかながら褒美をくれてやろう。
守らねばなるまい。調子でぶった切っていくか。
やはりお前は水面を波立たせる魚やもしれぬ。望みに応え続けることが深淵へと進むための唯一の断り。夢忘れるな。またどこかで相まみえることがあろう。それまで生きながらえ。